6万のですね、この城下町にですね、約それに匹敵する約5万人のフォークのファンの方が押しかけるということで、非常にですね、まあ、一番その警察的に問題になるのは、まあ、事故が起きないようにということでございます。まあ、なんと言いましても、掛川市はですね、非常にその駅前とか道路が非常に狭いということで、警察的に考えて一番問題になるのは交通の問題でございます。従いましてですね、警察としましてはですね、清水から浜松までの東海道沿線の警察署から約300人の警察官を動員しましてですね、警備体制というものを引く予定でございます。1週間ぐらい前になってから、まあ、結構な人数がもう来てるんで、はい、だったらじゃあ責任者を決めようって言って、はい、その南駐車場っていうところで、はい、ノートを取らし始めたんですよ。ノートを、まあ、要するに順番を決めろと。あ、なるほど。自分たちの来た順の。なるほど ね。自主申告でね。それで自分たちでちゃんとそれをね、自分たちに並べて、はい、そこで場所を与えるから、そこでちゃんと管理しろと。はい、で、我々東京から20人しか警備行ってないですからね。20人しか警備がいない。そんなこと今だから言えるけど。あとは、まあ、山のスタッフと、はい、それから、お手伝いしてくれる地元の学生、っていうぐらいで、もう、それで、駅から、要するに、もう駐車場のそのスペースから、その並べるところから、で、結局、みんなに協力してもらうっていうのが一番いいと。みんなで作ろうと。はい。だから、まあ、そういうアナウンスをしながら、その、ここでは、こういう、運営をしてくださいと。はいはいはい。それから次はここから並べますから、この後にずっと続いてください。はい、そうすると頭とケツに人いれば、うん、もうずっと並べていけるわけですよ。なるほど、ね。で、駅から 2.3 キロありましたから、はい、ほとんど車も通らないところですから、はいはいはい、そこに並べちゃおうと。なるほどね。朝一番に来た人はもうそこから並べて一番前に並べるんだけど、なるほど。一週間ぐらい前から来てる人は、はい、南駐車場の方からは、まあ、一番で入ると、で、順番で整理ができた。っていう、はい、それは奇跡のようなことですかね。なるほどね。メガネ赤旗堂掛川店オープン。メガネ赤旗堂掛川店が12月1日国道1号線にでっかくオープン。国道1号線掛川警察東にでっかくオープン。メガネ赤旗堂掛川店。それこうしようって、1番はこのチーム、2番はこのチーム、そしたらそこにさ、当日の朝俺はもうほとんど寝てない、じゃあ2時間でも寝ようって言ってさ、6時ぐらいでさ、もうつらつらして2時間ぐらいしたらさ、警察の署長が飛び込んできて、もうさ、どうなってんだみたいな、もう客入れろっていうね。12時予定だったのは9時に切り上げたんですよね。そう、すごい切り上げないともう中止するぞみたいな勢いなわけ。警察署長が怒鳴ってんのよ、バイバイ、もうしょうがないからみんな叩き起こして、うん、でもいる人数だけでまずはその5000人のこっから入れよう、うん、で順番にで、あの中の地図とさ、うん、注意事項を書いた紙とそれからゴミ袋をそれを渡して、うん、チケットもぎりながら。私は今日まで生きてみました。この惑星の街の平和はおまわりさんという存在が守っている。スケボンダメですよ。だけんだよ。ありがとうございます。騒がないでください。おまわりさんの必要ねえだろ。 DJ ポリス違反ですよ。こんなことよりもっと悪いことしてるやついっぱいいるだろ。バッチだ。これさらだ。私は今日まで生きてみました。捕まえたよ。ありがとうございました。おまわりさん、いつもありがとう。おまわりさん、小さいよな、俺たちがやってることって。ただ私は今日まで生きてみました。おまわりさんって大変っすね。この惑星の大きい平和は小さい平和の積み重ねだ。缶コーヒーのボス。